そうですね。それはそうですよね。そう。うん、結構晴れましたね。そうですね。めっちゃいい天気。One day in, one day out, on top, then you're down, the highs and the lows keep swirling. どうも、趣味家の妻と夫です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。このチャンネルでは植物にハマった私たち夫婦が育てているちょっと変わった植物や園芸店巡り、イベント訪問などの様子を紹介しています。はい。さて、今回は夫婦で育てる塊根植物の紹介会です。塊根植物といえばコーデックスと呼ばれ、前回紹介したアガベと並んで代表的なビザールプランツ。やっぱりあのまるっとしたふっくらとしたフォルムが独特で魅力的ですよね。大きく夏型、冬型と1年の中で元気な時期が異なるタイプが存在する上に、現地で採れた現地球、種から育てた未生株と成長後の姿が全然違ったり、株ごとの個体差も大きく出てきたり、もう本当にね、いろんな楽しみ方ができる植物だと思います。我が家でもちょこちょこ買い集めたり種をまいたりしてたら約30種100株以上にもなっていたので、今日はざーっと紹介したいなと思います。調べてみたんですが、塊根植物の明確な区切りみたいなものが分からなかったので、今回は塊根的なものがある植物は塊根植物として便宜上ご紹介していこうと思います。ちなみに今日は動画の最後でお知らせもあるので、よければ最後までご覧ください。どうぞ。はい、まずは夏型塊根植物といえばって感じですよね。パキポディウムグラキリスの現地球です。塊根植物の王様って言われるだけあって、すごい特徴的なね、可愛らしいフォルムだと思います。こちらが夫のグラキリスなんですが、実は多肉系のビザールプランツで初めて買ったのがこのグラキリスでした。正直観葉植物自体にもハマり始めたばっかりで、全然ね、ビザールとか多肉とか分かってない時だったので、これだけ高級なね植物を買うのだいぶ勇気がいったんですが、こう未熟な管理にもめげず、ちゃんとねこうして立派に育ってくれています。正直この株枯らしちゃってたらビザールプランツここまでハマれなかったかもしれないですね。でもそれだけにねすごい愛おしい株ですね。この株まだ花が咲いたことがないんですが、今年はね例年より葉っぱの勢いが違って、ちょっと茎のところもね緑にひび割れてきていたりするので、今までよりも大きく成長するんじゃないかと思って期待しています。めちゃくちゃ可愛いな。今年すごいね。ね、来年両方咲いたら受粉とかできて楽しそうだけどね。やってみたいね、うん、こちらが妻の株です。今年の春に購入したものなんですが、最近植え替えをしまして、なかなか順調に育ってるんじゃないかなと思ってます。でまたこうして並べるとね、また姿が違うのもいいですよね。妻のお気に入りの角度はこう。やっぱりね、象牙球っていう和名なだけあって、本当に象みたいなんですよね。それがすごくお気に入りの一株なんです。うん、かわいい。でグラキリスの中では未生と言われる種から育てた株もいくつか育成をしています。こちらの前にある2つが昨年の TBM2 で堀口さんからいただいたグラキリスで、後ろにもいくつかありまして、こんな感じ。我が家で種をまいて育成している株もあります。これ今見たら根っこ出てますね。本当だ。我が家でまいた種の未生はまだね小さいサイズなんですが、堀口さんからいただいた未生株の方がねすごい成長してまして、こちらはとにかく脇芽っていうんですかねの数がものすごくって、しかもちょっとね鉄化してるんじゃないかなっていう枝が多いんですよね。この辺りとかちょっと鉄化の雰囲気があるかなと思っています。こうシルエットをね綺麗にするために脇芽を取っちゃうとか、まあ、切っちゃうっていう手法もあるみたいなんですけど、もう好き放題やってみてもらおうかなと思っています。妻が育てているのがこちら。こちらも堀口さんからいただいたものなんですが、こんな感じで葉っぱの数がものすごい、とっても順調に育ってくれている子です。
で、お迎えした時はもう本当に小指の第一関節ぐらいしかなかったんですけど、結構大きくなりました。そして太い、なんか未生のグラキリスの理想形みたいな形になってきてるんじゃないかなって思ってます。パッツンパッツン、パキポディウムウィンゾリーです。まん丸の開墾とちょっとケバケバな葉っぱ、広場ですよね。これがすごいウィンゾリーの特徴で、今年の春の BB で購入させていただいたものなんですが、まあ可愛い、本当にすごい気に入っていて、この鉢合わせとかもね、すごくうまくいったんじゃないかなと思う子です。で、順調に育っていけば赤い花を咲かせてくれるっていうのも楽しみの一つですね。今後どうなっていくか注目の子です。どちらもエビスワライという名前の株です。ただ正式な学名でいうと、こちらがブレビカウレ、こちらがレウコキサンツムという、まあ、ちょっと違う種類らしいです。で、形としてはね、どちらもこんな感じでひし形っぽい感じ、こんな感じで成長していくんですが、こちらのブレビカウレは黄色で、先ほどのレウコキサンツムは白というお花の色の違いがあるそうです。ちなみに我が家にいるのはどちらも未生株。こんな感じでね、今新芽が出てはいるんですけど、今が6月、ちょっとね、動き出しのペースとしては遅めなのかなというのがちょっと心配です。去年の今頃はもう結構ふさふさだったので、早く動き出してほしいですね。パキポディウムビスピノーサム、親株の方は今ちょっと調子を崩しているんですけど、今挿し木の方がめちゃくちゃ成長していて、ね、なのかな、値上がりみたいな部分が今パッツンパッツンに膨らんできていて、こうちょっとガジュマルみたいな感じで、他のビスピノーサムにはない楽しみ方ができそうな子だなって思ってます。アデニウムアラビカムで、これどちらも同じぐらいの時期に夫婦で購入した、多分同じナセリーさんのものだと思うんですが、結構こう成長にね、差が出てきているんですよね。妻の株は強剪定を2回ほどしていて、夫の株は最近強剪定をしたっていう感じの差ですね。夫の方のアラビカムの方が分岐が多い、とにかく枝がたくさん出ています。こうまた可愛い樹形になっていくんじゃないかなと思います。で、妻の方はとにかくずんぐりむっくりって感じで、葉っぱはまだね、あんまりそんな出てきてないんですけど、この急成長の証のひび割れがもうものすごいことになってます。アデニアグラウカ、こっちが強剪定した際の先端を挿し木にしたものです。無事に発根してくれました。購入時と比べてもかなり姿が変わっているんですよね。すごいスライム状みたいな、めちゃくちゃ太い開根に育ってくれました。それでいてね、葉っぱもかなり詰まっていて、で、ちょっとと早けなのかな、置き場所ちょっと調整したいと思います。ただね、樹形は今めちゃくちゃいい、小さいながら結構完成度が高い感じに育ってくれていますね。いや、可愛いな。で、挿し木はこんな感じ。根部分はね、まだできてないんですけど、これも剪定を繰り返したらもしかしたら太ってくれるのかなとか、ちょっと期待してます。ドルステニアのハイブリッド、以前カクタス広瀬さんにお邪魔した時に購入したこちらから取れた種を未生したのが他すべてって感じですね。もう畑みたいですね。すごい量になりました。開根はちょっとフォエチダには似てるんですが、葉っぱの形がね、少し違うかなっていうところで、まあ、そのあたりにね、ハイブリッドの良さが出てるんじゃないかなと思います。冬の間は一回休眠していたんですが、もう目を覚ましてからはすごい勢いで葉っぱを今出してくれていますね。お花もつけているし、なんなら種も何回か飛ばしていました。早すぎ。未生畑でね、たくさんいるんですけど、いくつか選抜もしていて、今一番選抜株かなと思っているのがこちら。他の株よりね、際立って大きく扁平に育っているので、ちょっとこの子は一鉢ね、専用に用意してみました。他の株と比較するとこんな感じ。サイズが全然違うの分かりますよね。これはね、ちょっと今後が期待ですね。で、ちなみにね、こちらも可愛らしさで選抜した株で、
作家さんの小さいね豆鉢っていうのかなに入れています。この木質化がねはっきり出ていて、上のところの緑も結構渋い色になってきて、ドルステニア感がかなり強くなってきている株なんじゃないかなと思います。なんか特徴の出方がね、同じ実生でも株によって違うのが面白いですね。こちらはドルステニアのザンジバリカです。これ最初にね枝が2本ピューと伸びてるところを購入して一度剪定をしました。今こんな感じで細い枝がね 2,3 本かな出てきてくれて、今めちゃくちゃ可愛い時じゃないですか。で外管理をしているのでちょっとねここ日焼け気味な感じになってしまったんですが、その勢いもあってすごくね今見ていて楽しいです。強剪定をしてから開根部分がね 1.2倍 1.5 倍、もうそれぐらいね一気に大きくなってきたので、この夏でどれだけ太るかな。オペルクリカリアのデカリーとパキプス、親株のパワータンクを取って埋めたものが発芽してここまで成長しました。こちらは根差しのパキプスです。こんな感じで一度剪定をしたので今ね枝は少なめなんですが、まさにミニチュアパキプスみたいな感じで、開根の雰囲気もあるし枝ぶりもジグザグだし可愛くないですか。この新芽の若々しい緑と紅葉している去年からの葉っぱ、このコントラストもなかなかいい感じなんじゃないかなと思います。こんな感じでね開根部分を見るとまだちょっとパワータンクだった頃の名残がね感じられるような表情してるんじゃないかなと思います。この子は昨年の秋冬ぐらいに購入をした子なんですが、もう最初ね枝がほとんどなかったところからもう冬の室内管理の間だけでここまでね枝を増やしてくれました。デカリーは成長が早いとは聞いていたんですけど、本当にすごいペースで育っていましたね。でまだ動きは鈍いんですが、こんな感じで枝の先端にね新芽もちょこちょこ出始めているので、まあ、これから勢いがついてくるんじゃないかなと思います。こちらも灌木系の開根植物、センナメリディオナリスですね。最近別の動画で、ね、紹介したばかりの子なんですが、新芽がねちょっと増えてきました。この若々しい黄緑のやつですね。やっぱりこのマメ科の植物の葉っぱの部分がすごいなんか特徴的でいいですよね。朝開いて夜閉じるっていうところを見るとなんか一日をね一緒に過ごしてるような気になって見ていて楽しいです。でこれ見てもらうと樹形がね半端じゃなくいいんですよ。これ絶対サッカー鉢に入れたらめちゃくちゃかっこよくなるんですけど、今ちょうどいい鉢がないので購入した時のままになっています。ちょっとこの子に合う鉢今度探しに行きたいですね。めっちゃお気に入り。マテレアシクロフィラです。妻一押しの開根植物。もうすごいいろんなところで言ってるんですが、この植物はね流行れって思ってますで今マテレア我が家には2株あります。でこちらはヒトマンさんから購入させていただいたもので、もう元気に芽吹いてね大きな葉っぱを出してくれています。でさらにこんな感じで花芽も出てきました。マテレアの最大の特徴でもあるこのコルク質の肌とパツンパツンの開根、いやこれ本当に可愛いんですよ。どんどんひび割れて亀甲流みたいになるって伺っているので、それも楽しみにしています。そして鉢もリトマンさんエディションで、こちらなんですけど春の強風の日に株が倒れてしまいまして、でその時にちょこっとだけ調子を崩しました。今こうやってね新芽が出てきてくれているので、まあ大丈夫かなと思っています。お花も咲いています。面白い形ですよね。まだね感じたことないんですけど、ちょっと臭いそうです。はい、こちらはちょっとねもうバランスがめちゃくちゃすぎて画角に収めるのが大変なんですが、キフォステンマのユッタエです。こちらが親株で、これの最初買った時についていた長い枝を挿し木に剪定してねしてみたのがこちらです。キフォステンマのユッタエ、我が家では唯一のこうペリペリ系の開根植物で、こんな感じでね今すごい皮がペリペリしてきています。もうこの辺りとかねもう全部剥けちゃって、下の緑色のところが出てきてますね。ここ1ヶ月ぐらいでかなり太りましたね。でユッタエの特徴で言うと、やっぱりこの大きい葉っぱ、野菜みたいな葉っぱですよね。これ触ってみると
結構ね多肉質なんです。分厚い感じ。このサイズの開根からこのサイズの葉っぱ、キフォステンマの中でもユッタイは葉っぱが大きくなる種類らしいんですけど、その分徒長もしやすいっていう噂を聞いているので、この子は LED 管理でも直下に近いところでかなり優遇した場所で育てています。そのおかげもあってか今は結構詰まってるんじゃないでしょうか。いや本当何度見てもこの葉っぱと開根のバランスおかしいでしょ。面白いね。ねえ、これはね見れば見るほどビザールプランツ。こちらが今見てもらった親株の剪定した先っぽの方ですねを植えたものです。こうやって新芽はねちょっとだけ先端についてるの分かりますか。ただこれ植え替えをした時はまだね発根はしていなかったので、ちょっとねこの先成長していけるのかまだ不安な状態ではあるんですが、この細いシルエットにあの大きい葉っぱっていうのもちょっと見てみたいんですけどね。シンギンギアブラータです。このもうゴツゴツとしたねお芋状のところの上に葉っぱが出てくる植物で、今ねかなり強剪定を一度してそこから新芽が出てきたところです。でこのシンギンギアブラータの特徴なのがやっぱりこの葉っぱ、やばくないですか。これわかります。葉っぱの裏側にだけモフモフの毛が生えるんですよ。こうやって表面はね鮮やかな緑でちょっとこうプリプリっとしたテカリのある葉っぱなんですけど、裏側にはびっしりこういう綿みたいな毛が生えてるんです。まあ、こことかここにも今新芽が見えているので、この可愛い葉っぱがねまた増えていくのかと思うと今から楽しみですね。若干徒長しやすいというか油断するとすぐ伸びてしまうので、しっかり日を与えつつ、まあ、こまめに剪定とかもしつつ形を作っていきたいなと思っています。モナデニウムのストロニフェルム。で見てもらった感じこの白いねピーナッツみたいな開根が土の中にもいくつかあって、まあ、それがねこうランナーみたいなものを出してどんどん勝手に増えていくタイプの植物です。葉っぱの部分の形状こんな感じなんですが、裏から見るとね結構赤い感じなんですよ。赤紫っていうんですかね。で触ってみると結構これも多肉質、厚みがある葉っぱをしています。どんな風に成長していくのかも正直よく分かっていないので、ある意味今後が一番未知数かなと思っています。ユーフォルビアオベサです。こっちがオス株でこっちがメス株。購入時は同じサイズだったんですけど、ここまで生育に差が出てしまいました。こっちはちょっと上に向かって伸びているのに比べてメス株はかなり扁平です。でこれシンメトリカなんじゃないかって夫婦で話したりもしてたんですけど、もしシンメトリカだとしたらかなりお得な買い物をしてしまったなって感じです。こんな感じで今後ろに並んでいるのがこのオス株メスから取れたオベサの実生たちです。今サイズで言うとこんな感じ。いやめちゃくちゃ可愛いサイズ感ですよね。もうねこのサイズでも結構オベサしてるなっていう感じ。この先ねどんな感じで個体差が出てくるのかも比べていきたいですね。ユーフォルビアホリダです。こちらはグリーンアドプロジェクトのボリュームゼロでプランツバイザコアさんから購入させていただいたホリダです。こんな感じ、結構いかつい感じになってきました。でまたホリダの特徴って言えばね、この白い肌ですよね。シルバーリーフっていうのかな、これもとっても美しくって、でまた花芽が出てくるとまた一気に豪華な感じになります。今新芽はこんな感じでちょっと緑から白へのグラデーションっていうのもまたホリダの魅力なんじゃないかなと思ってます。でこの子は購入した際に長くなりにくい遺伝子を持ってるかもっていうお話だったんですが、本当にねまだ玉型というかやや扁平な育ち方をしてくれています。ホリダってすごく大きくなった姿もすごいかっこいいので、頑張って大きくしていきたいなって思ってます。もう一度ねオベサのメスに出てきてもらいました。実はこのホリダとオベサでオベホリっていうんですかねも育てています。こちらいくつか種ができたんですけど、ちゃんとね生えてきたのがこの一株だけで、なんとか今この一株を大事に大事に育ててるところです。
撒いた時期がちょっと違うんですが、先ほどのオペサの実生と比べてもちょっと違う特徴、ホリダっぽいトゲトゲした感じが出てきてるような気がします。今ねかなりぷっくりしてきて日々大人っぽい表情になっていってます。ユーフォルビアウダホリダの鉄火です。これねちょっと面白くないですか。もう本当にね一目見た時になんだこれと思って購入をした子なんですが、こんな感じに鉄火するんですね。ホリダってこう下半分白い部分が鉄火をしていて、上もねこんな感じでハンマー型っていうかすごい爆発してるみたいな形状になっていますね。で脇から出てるこの新芽なのか、これもすでに普通のホリダとは違う形をしてる気がしますよね。成長点もこんなぐちゃぐちゃですね。でもこういうのが面白いんですよね。ユーフォルビアのバリダです。花が咲いていた後の茎の部分がこんな感じでトゲみたいに長く出るのが特徴ですよね。実はこのバリダも咲いていたので先ほどのオベサとね未生受粉を試してみたんですが、ちょっとこちらはね残念ながらうまくいきませんでした。でこの株なんですけど、こうやってね成長点のところを見てみるとちょっとぐちゃぐちゃしてる感じ、もしかしたらこれも先ほどのウダホリダのモンストみたいに鉄化してる株なのかなとか最近ちょっと疑い始めています。プルビナータバリガータ錦ですね。これは先月開催された隅の園芸でコズミコさんから購入させていただいた株です。このしましま模様になってる符の部分と全符っていうのかな、真っ白にホワイトチョコをかけたみたいな感じになっている、コントラストもすごい綺麗でね。でまた脇芽ほぼ全符って感じですね。お化けみたいな状態になってます。でもよく見ると緑があるんですけど、でも多分これは外してしまうと成長しないのかなと思うので、このままつけたまんまで栽培していこうかなと思ってます。この子はあの有名な植物系 YouTuber ピメリーさん、その方と当日お会いしてお揃いで購入をした株です。これも成長が楽しみ。先日のボタノイチで多肉ガチャをした際に当てた謎のユーフォルビアです。なんだろう、ホリダかメロフォルミスかなと思ってるんですけど、大事に育てたいなと思ってます。はい、こちらは開墾植物ではないのかもしれません。ただちょっとねこう不思議な開墾的なものはあるので紹介させてください。アリ植物のレカノプテリスイエローチップです。こんな感じでね独特なちょっとね芋虫っぽい開墾みたいなものができる植物で、シダ系のアリ植物になっています。で緑色の開墾からシダっぽい葉が出てる、すごいねビザールですね。まだまだ苗としては小さい株なので、この水苔を埋め尽くすぐらいね大きく成長してほしいなと思っています。アリノスダマと呼ばれる植物でヒドノフィツムです。でこちらがモセレヤナムパプアナムと同種みたいです。でこの子冬の間にちょっと調子を崩してしまいました。で葉っぱもかなり落ちてしまったんですが、最近ねこうして新芽が展開し始めてくれているので、ギリギリのところで息を吹き返してくれたなという感じですね。そしてこちらもヒドノフィツムで、これ品種が不明だったんですけど、もしかしたらパプアナムかフォルミカムという品種かなと思っています。でこれよく見ると購入時についてた傷がひび割れをしているので、あ、これ開墾大きくなってるなと安心させてくれます。でちなみにこの突起の先端からこれ根っこが出てくるんですよね。それでこうやって活着して育っていくみたいですね。こっちの子は食欲旺盛、わっしゃわしゃです。で見た目もね結構な差があるのが面白いです。ここからようやく冬型、めっちゃ多かったな。ケラリアピグマエアです。冬型の灌木系開墾植物でもう一番って言ってもいいぐらい人気ですよね。こちらは目の須山さんで鉢付きで購入をさせていただいた株で、凛太郎の中さんの祖祖という鉢に仕立てられています。
この開墾部分はね、もうかっこよすぎる。この渋すぎる開墾、でっぷりした開墾からこんなに可愛らしい葉っぱが出てくる。もうこれが人気にならないわけないっていう見た目ですよね。もうこれはずっと欲しかった種類で、もうちょっとねお値段的にも高いのでずっと我慢していたんですが、ある時に少し安く売っていたのでもう飛びついて購入してしまった株です。葉っぱの中心ぐらいから花芽みたいなものがね出そうな気がしています。ピグマエアはオス株メス株というのがね株ごとに変わる種類らしいので、花が咲いてこの子がオスメスどちらなのか分かったら違う方のねピグマエアを買ってきて自家製の実生にも挑戦してみたいなという目見ています。いやこれはね本当に何時間でも見てられるんだよな。めちゃくちゃお気に入りの株です。観賞性がめちゃくちゃ高い。私も好きね。うん、オトンナトリプリネルビアです。コミ太郎という愛称をつけて毎週火曜日にコミュニティ機能で成長をご報告している子で、こっちが親株です。なんかちょっと歩く人を逆さにしたみたいな面白い樹形になってます。で、特徴といえば葉裏が紫というのと、こうちょっと白みがかっているとっても綺麗な葉を持つ子ですね。開墾部分はこんな感じで、この両端を強剪定してみました。そこから出てくる新芽もねなかなか可愛らしいんじゃないかなと思います。で、先端はこんな感じ。こっちの方はねもう休眠が近いのかわからないんですけど、ちょっと紫色が落ちてきています。そしてこちらが挿し木、とっても勢いよく成長しています。親株よりも葉っぱの大きさが出てきてしまいました。続いてもオトンナヘレーです。この突起のある開墾部分がすごく好きで欲しいなと思って購入しました。葉っぱもねかなり多肉質で、この子は大きめですね。ただねやっぱり冬型っていうこともあるので、そろそろ眠そうかなって感じです。うん、動きも止まってきました。オトンナユーフォルビオイデスです。先週ぐらいに休眠に入ったところで、それまでね葉っぱがすごい量で開墾部分が見えていなかったんですが、ようやく姿を見ることができました。これね信じられないぐらい大きくなってます。購入をした時はものすごくちっちゃい、ね、開墾部分から葉っぱが出ている、まあ、可愛らしい感じだったんですけど、もうこの冬を越えてものすごくね枝も太くなっているし開墾も太っているし、本当見違えるぐらい大きくなりましたね。このトゲトゲの部分もかなりたくさん生えていますね。この一冬で大人にだいぶ近づきましたね。これね我が家ではど根性かかりおいですって呼んでます。先日葉っぱをすべて落として休眠に入ったかと思いきや、なんと花が咲いてしまいました。これがねちょっとちょうちんあんこみたいで可愛いんだよね。ただ他にね咲いてる株が当然のごとくないので、この子はお花を鑑賞して枯れるのを待って完璧な休眠になるのかなと思います。春に購入してまあ数ヶ月しか経ってないんですけど、それでもかなり成長していて、こんな感じでひび割れするぐらい大きくなってくれました。これまたね花が終わってから芽吹きに期待ですね。エラルゴニウムのミラビレです。こちらは石川県遠征に行った時にステラプランツさんで購入させてもらいました。やっぱりエラルゴニウムっていうとこの葉っぱが少しねこうふさふさな毛が生えたような葉っぱが特徴的で、めちゃくちゃ可愛いんですよね。でミラビレはこのもう本当にかりんとうそのもの、これも灌木系っていうんですかね、この開墾部分もかなり特徴的だと思います。結構ミラビレって大株を売ってることが多いんですが、お値段もお手頃だったのが嬉しくてつい購入してしまいました。まあ、これもね冬型の割に結構葉っぱが元気で残っているんですが、最近ちょっとね休眠の気配がし始めているので、もうそろそろかもしれません。やっぱりね成長はゆっくりみたいなので、もうこれは何十年も付き合いながら大きくしていく株ですかね。イオリフロルム、こちらもほぼほぼね休眠に入ってしまいました。こう開墾部分は
ガジュマルとかに近い雰囲気があるんじゃないかなと思います。葉っぱの形はどっちかっていうとね、こうシダっぽい形をしていて、まあ、ペラルゴニウムのね特有の毛も生えていてという、すごくね不思議なバランスの植物です。こう成長期にはねこんな感じでお花も咲かせてくれていたので、次のシーズンの芽吹きも楽しみです。はい、こちらはチレコドンの群卵です。卵が群れるっていう風にね書く群卵なんですけど、もう本当にその名の通り卵型のね可愛らしい葉っぱがたくさんついています。昨年はね少しその冬型の管理が苦手で徒長させて、もう卵型っていうより棒状みたいな葉っぱになってしまっていたんですが、今年はね去年よりぷっくり上手にいったんじゃないかなと思います。このライム色のね葉っぱがまた綺麗なんですよね。派手さは少ないんですけど結構気に入ってる植物です。アロイノプシススクーネーシー、メセンの仲間で珍しく開根を形成する植物だそうです。こちらもね石川県遠征で購入をしてきた株なんですが、まあ、購入をしてからねまだ一度も出していないので、この下にねどんな開根が眠っているのかはまだお楽しみ。葉っぱの感じは本当にメセンですよね。こうグニグニしていて触ってみると面白い食感です。最後を飾るのはブーファンハエマンソイです。こちらはね今年は一番早く休眠に入りました。休眠に入るとこんな感じで、まさに玉ねぎみたいな質感になります。こちら植物にハマってから初めて行った五反田ビッグバザールで購入した子で、今年が2回目の休眠ですね。昨年もドキドキしながら休眠明けを待っていたんですが、まあ、うまいことになんとか起きてくれたので、次のシーズンも起きてくれるだろうと祈りつつ、夏場の管理気をつけていきたいなと思います。いやー、現地球のビッグマヤがめちゃめちゃかっこよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日はあの日の園芸陽介さんがうちに遊びに来てくださいました。はい、ちょっとね別の撮影でご一緒していたんですが、我が家に他の YouTuber さんが来たのが今回が初めてだったので、実はね今日を迎えるまでかなりドキドキしていました。まあ、でもねなんかやっぱり普段自分たちのチャンネルでは話さないようなこととかもいろいろお話できて楽しかったですね。そうですね、うん、で今日の様子は陽介さんのチャンネルで公開予定です。で今日我が家でどんなことがあったのか、ぜひ明日土曜日夜19時からあの日の園芸でご覧ください。お願いします。お願いします。それでは陽介さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。とこんな感じでこのチャンネルでは、育てているちょっと変わった植物の紹介や園芸店訪問、イベント巡りなどの様子も紹介しているので、まだの方はこの機会にぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ